OK ですか。ちょっと待ってくださいね。はい。はい。菊沢さんも、一応念のためにレコーディングをしておいてくれます、ね。菊沢さん。はい。菊沢さんもじゃあレコーディングをお願いします。はい、はい、お願いいたします。はい、OK です。じゃあ、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。皆さん、こんばんは。視覚障害者への囲碁入門講座です。司会の柿島です。アシスタントの方もどうぞ声を出してください。はい、アシスタントの上田孝子です。アシスタントの菊沢です。さあ、第6回ですね。はい。毎回聞きますけど、もう慣れましたね。慣れましょうか。慣れましょうか。まあだいぶ慣れましたね。え、自然にできるような感じがします、本当に。さあ、もう5月もあと1週ですね。はい、20日過ぎましたね。ねえ、早い。今日緊急会合がなされて、はい、この東京、神奈川、千葉、埼玉と北海道が確かまだ自粛解除がなされていない状態、あとは解除されたっていうような話を聞きましたけれども。そうです ね、だんだん6月にはどうなっていくんでしょうか ね、希望が見えてくるといいですね。うん、なんか早くも人と対話というか、こう面と向かって碁を打ちたいなっていう、うん、確かに。でも Zoom ではたくさん碁を打つんですけど、あんまり机を挟んで碁を打つってことはなくなったんで、少しこう禁断症状めいたものが出てきた感じがしますけど。あ、同じ空気を共有しながら打つっていう緊張感とかはやっぱり、そうですね、ありますよね。うん、やっぱマイクでは伝わらない空気の流れみたいなものがあるじゃないですか。相手の呼吸とかね。あ、確かに呼吸と、ね、そういうところで何かやっぱりコミュニケーション取ってるんじゃないかなと思いますよ。うん、あと私あれです、あのずっと相手が考えてる間も今触れるからそれに慣れちゃってなるほど。うっかり触り手出さないようにしようと思います、今度皆さんってやるときはそうですね、普通に2人で机挟んで対局してるときは、どっちかが考えてるときはどっちかの人は対局の盤面を触らないっていうね、一応見えないルールというか、うん、マナーみたいになってますけどね。なってますね。うん、だから、まあ、次はね、だから頭の中で盤面をね考えるっていうトレーニングができるんじゃないかと思って、うんうんうん、いい勉強になると思います、それもね。うんうん、下手するとあの気を抜くと勝手に碁盤が出てくるようになってしまうのが職業病のような感じになりますけど。あ、もうそこまで行けたらもうね、うん、立派なもんですよ。憧れの境地ですあるプロ棋士はそうやって盤面が出てきちゃうんで、自分は車乗らないって言って車の免許取らないっていう主義の方もいらっしゃるそうですから信号待ってる間とかにね、そうぼーっと考えちゃうとね、信号青になっても出な発信しないってなっちゃった盛り上がっちゃったら大変。そうそうそう、なるほどですね。はい、まあ、そんな話の中 そうですね、今週1週間また振り返ってみたいんですけれども、はい、もう僕からいいですか、じゃあちょっと話して。ぜひ。話したくてうつうつしてるんですけど、なんだかこうキラキラした雰囲気が伝わってきますよあのですね、まあ、ちょっとその話に移る前に少し枕の話を挟もうと思うんですけど、はい、よくはあのこう恋人とか彼女ができて、うん、女の子が髪型を変えたと。で初めて の、まあ、そのデートかなんかでちょっとこう髪型変えたの気づいてほしい、でも自分から言えないっていう、そういうのってあるじゃないですか。あ、確かにありますね。うん、僕あの思想が全く分かんなかったんですよ。もう髪型変えたら自分で言えばいいじゃん気づいてほしいんですよ。気づかなかったらもうね機嫌悪くなっちゃうけど、そうそうあのね、今朝までは僕もその考えでした。でも今日はね、わかる。今日の僕の声なんか違いません。乗っかりましょうかね。そう言われてみると、
声がクリアなような声良くないですか、なんかねえ、なんかいつもの3倍増しぐらいで素敵なお声が聞こえるようですが、さすが上田さん、耳がいいですね。はい、実はちょっとですね、僕今日この画面に見えるように今カメラ持ち、マイク持ちました。こういうマイクを、はい、買いまして、これ実は先週言っていたマイクがですね、うんうんうん、急遽 1週間早まって届きまして、5月末に到着とおっしゃってましたよね。そうなんですよ、それがもう嬉しいサプライズで、あらのメールが Amazon から来まして、早まりましたと、うん、発送が早く晴れましたので明日届きますと。すごい。じゃあもう今日届いて、で早速もう今日使いっていうことなんですか。早速午後すぐにセッティングして音を確かめていました。いい声のはずです。はい。すごい、これはもう間違いなくいい声ですって言っとかないといけないし、ね、あんまり選手と変わりませんよって言われたら、僕らどれぐらい後で落ち込むかっていうね。すごいですね。でもやっぱり使ってる感じも違ったりするんですか、うん、このね、いいのは全部アナログでつまみがついてるんですね、うんうん、手で回すメーターが。へえ、最近はね、デジタルなんでみんなボタンが多いと思うんですけれども、うんうんうん、今年の1月に発売されたものの割には結構つまみでアナログで操作できるのがすごくいいなと。へえ、今ピッピッって言ってるのはそれですか。いや、ピッピッって言いました。今私の空耳ですか、ごめんなさい失礼いたしました。僕の変な音入ったのかなと思いました。そうそう、でこれ結構音変えるとまた環境で部屋の全体の音を入れることができたり、音楽をやるときは部屋全体の音とかの響きを必要とするので、その切り替えが4段階あった、うん、あり4段階もですか。はい、もう宝の持ち腐れかもしれませんがね、僕は。いや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 、いや、もうじゃあもうこれを機に楽器の柿島さん、 あとはお茶の柿島さん、囲碁の柿島さんみたいな、いろんな顔を出していきますかねある時は楽しいですね、はい、ありがとうございます、ご清聴ありがとうございますさあ、じゃあそんな上田さんはどうだったんですか、この1週間。この1週間の私の出来事は、お取り寄せグルメシリーズで、おお、またお取り寄せをいたしましたよ、また、うん、またもや、はい、今回はですね、私ゲコですが、うん、日本酒を買いました。お、お酒ですか。へー、そうなんですよ、日本最北端 の酒蔵で、うん、国丸酒造っていうところがあるんです、うん、これ北海道の増毛町っていうところの酒蔵なんですけど、増毛、増毛って書くやつですよね。毛、そうですね、はい、有名なところですよ、はい、そうですよね、JR の駅のね、留萌線でしたっけ、はいはい、終着駅増毛駅っていうところがあって、うん、こうとある方々にはとても人気の駅だと伺いましたがはい、そうですね、僕切符持ってますよ、増毛駅の、あー、増毛駅のなぜか今素でそう思っておっしゃったんですいや友達が買ってきてくれたあ、そうですか、はい、ね、今はね、線が配線になったからね、配線、ね、なっちゃってって言いますけどね、うん、あ、そう、そんなね、増毛町にある酒蔵、これはもう明治15年創業っていうから、もうだいぶ伝統のあるお酒屋さんなんですよね、はいはい、でなんで下戸のお酒を一滴も飲まない私がこれを買ったかっていうのにはですね、はい、深くて短い、浅くて広い理由があるんですよ。うん、浅くて広い何ですか。私読書が大好きなんですけど、この視覚障害者のこう展示の図書とかですね、録音の図書とかを全国にサービスしてくれている日本展示図書館っていう施設があるんです。はいね、これ柿島さんは、ね、今ちょっとお休みですけどね、囲碁のお教室にいらしたりしてますけど、まあ、日本で一番歴史が古いと言われている図書館で、規模も結構ね大きいんですよ、うん、でそこのですね、この図書館
の創立者、創設者っていうのが本間和夫さんっていう方なんですが、もう2003年くらいかな、お亡くなりになられてる方なんです。うん、で、あの80年前にですね、この本間和夫さん、あの北海道の増毛のこの国丸酒造ってやっとお酒屋さん出てきましたね。うん、なるほど、そこに繋がるわけ。お坊ちゃんでらして、そうなんですよ。で、この本間さんが作ったのが図書館なんですね、この日本展示図書館。あ、そうですか。そうなんですよ、お金持ちのお坊ちゃんがですね、あの視覚障害者だったんですよね。で、本を読む楽しみっていうのをお知りになって、で、これを全国の皆さんにも届けたいっていうので、図書館開きたい開きたいって言って、北海道からですね、東京に出てこられて、で、まあ、その間にね、あの大阪の関西の大学とかいらしたりするんですけど、80年前に作ったのがこの日本展示図書館ということで、随分ね、あの開館した時には本700冊ぐらいから始めたらしいんですけど、これ全部ご実家の潤沢な資材をでもって準備した本なんだそうです。あ、じゃあもともと自分の家で集めたものをまず図書館に寄付した。そうで、まあそこから始まって、まあ、あの戦時中とか戦後とかもこう本をですね、全部その増毛の酒蔵の片隅にですね疎開させて、うん、そこから全国に図書を送り続けるっていうサービスをね続けたりしてて、なんていうドラマがねあるんですよ。はいはいはい。で、まあこう多分この一番今大きい図書館に成長してる日本展示図書館ですけど、うん、多分このね国丸酒造みたいな実家のお力がたくさんあって、今私たち視覚障害者この読書を楽しめてるんだなと思うと、うんうん、日々ね感謝することがありましてですね、応援してたわけです。はい、でも今酒蔵なんてね大変ですよね、なかなか。そう酒も出ないでしょうし、ね、一番よく出るようなこう会合とか結婚式とか宴会が自粛ってなっちゃってるから、うん、本当に大変なんですって。そんなわけでですね、応援しようと思って、もうあの好きな人みんなに日本酒配って歩こうかなと思ってお取り寄せしたっていう、ちょっと真面目な話でした。上田さん自身はお酒は飲まれるんですか？飲まないんですあの、ま、全く飲まないの全く飲まないあ、そう、それはすごい。そう配るようで買ったってことです。そう、まあ、あの日々ね読書の恩恵に預かってますから、本買うと思ったら、うん、お酒買ってもいいかなっていう気持ち。あ、でもいいですね、確かにね。僕もじゃあそしたら買おうかな、うん、なんかそういう連絡先とかあるんですか？あ、じゃあ今度来ましたよ菊沢さんにですねURL と酒蔵の名前をさっき送っておきました。用意がいいですね。チャット上にその酒蔵の URL を書いておきますので、よろしければ皆さんご支援のほどよろしくお願いします。お願いします。すごいですね。まあ、他にもなんかこう宣伝してほしいスポンサー、お店があったらこの番組で宣伝していきましょう。行きましょう。はい。さあ、そんな菊沢さんはどうでした？この1週間、何か変化ありました？そうですね。新しい自転車を買いまして。自転車を買った。おお。どんな自転車？今までは普通の自転車乗ってたんですけど、いわゆる普通の自転車、ママチャリのやつ。ああ、カゴ付きでいいじゃないですか。はいはい。今回かなり本格的なスポーツのやつ買いまして。うん、21段ギアのやつ。21段。そんなに切り替える必要あるんでしょうか、ね、そもそも。今日はなんか18段目の気分だな。結構上り坂とか柿島さんの4段階もすごいと思いましたけど21段って負けましたね。僕も21段の前から。すごい本格的ですね。
乗ったら、ほんと速くて、うんうん、ペダル軽いし、うん、でもいいじゃないですか。すごい楽しくて、うん、楽しくて楽しいのは一番で、毎日サイクリングしてます、うん、あ、さすが20キロ以上20キロ以上20キロ買ってから毎日20キロ以上走ってルンルンって感じです。すごいですね。なんかこう嬉しい小学生みたいな。うん、今日も35キロ走ってます。汗だくじゃないですか。すごい。お尻痛くなりそうですけど。そのうちなんかツールドフランスとか出そうです、ね。めちゃめちゃ体力ついちゃったり。うん、ね。人間がプラス出ます。人力のものでは最高のエネルギー効率らしいですね、この自転車っていうのは。自転車が、へえ、うん。なるほど。そうそうそう、電気とかは必要としない人力のものでエネルギー効率が一番いいな自転車だっていう話を。なるほど。自転車マニアの友達から聞いたことがありますよ。70キロ出ますからね。70キロ。ですね。へえ、ちょっとしたジェットコースター並みですね。確かに。はあ、さすがスピード強のね、菊沢さん存じてましたよ。なんせモーター、モータースポーツ、F1 とかなんですね。はい、前バイク乗ってたことあるんですけど。おお、スポーツバイク。バイクの話はまた次回以降にしましょうかね。本当ですね。バイクより楽しい。広がりそうですね。あ、バイクより楽しいんだ。バイクより楽しいです、ね、なんでだか。聞き出すとね、すごいですね。面白いですね。なかなかね、あの普段寡黙な菊沢さんが自転車のことに、うん、と囲碁のことになるとおしゃべり。なかなか面白い。新たな一面を見れたっていうのがありました。本当ですね、新しい。はい。ということで、このまま行くと1時間ずっと喋ってしまうので、この番組の趣旨を思い出してください。思い出しましょう。はい、これは視覚障害者への囲碁入門講座でございますので、これから囲碁の時間に移りたいと思います。さあ、今日のですね、ゲスト対局者、初めて女性のゲスト対局者です。満を持しての登場です。じゃあ、奥未来さん、ミュートを外してお入りください。どうぞ。こんばんは。こんばんは。こんばんは。ちょっとハードルを上げさせてもらいましたけれども、どうでしょうか。上げすぎです。上げすぎですか。奥未来です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。奥さん、囲碁を始めたのはいつぐらいですか。は去年の4月ぐらいですね。じゃちょうど1年、はい、ぐらいですね。すぐ1年ぐらいですね。うん、1年囲碁を打ってみてどうですか。囲碁の面白さとか何か気づくこととかありますか。そうですね、やっぱこう打ってて毎回毎回こうパターンが変わるので、うん、こうその度に考える必要が出てきて面白いかなとは思ってます。うん、確かにね、考えるのが面白いっていうのがいいですね。うん、本当に囲碁って全く同じっていうのはないんですよね。本当に毎回形が違うし、うん、出てくる手筋も違うし、面白いですよね、そういうところでは。うん、考えが得るのが好きな人には本当にいいスポーツというか、脳スポーツだと思います。うん、で、私たち視覚障害者が使うこの碁盤がですね、愛碁という碁盤で、これ普通の碁盤と違うんですね。はい、このように画面に今僕が今カメラに映していますが、こう触って分かるように小石がくっつく形になっています。で、黒と白には点があるかないかで判別がつくので、目が見えなくても触りながら碁は楽しめるという、こんなものがあります。今日は入門講座ですので、9路盤という 9×9 の小さい碁盤を使用します。はい。でですね、僕たちは普段打つときには座標を言い合って石を置いていきます。これ画面見えますかね。一番皆さんに向かって左上を1の1という点決まっております。はい、そこから1個右へずれると2の1、ここにずれると3の1、
4の1ということで横軸が先になります。はい、下に行くと4の2、4の3、4の4ということで横軸の後は縦軸になっていきます。横縦の順、はい、そうですね、横縦の順に石を置いていきます。あとはですね、この視覚障害者の方々はこの愛護をぜひ手元に用意して一緒に石を並べてみてください。で、石を並べていくとだんだんどこに陣地ができるかなとか、この陣地の広さを競うゲームですので、その空間の把握ができると思います。ということで、じゃあ対局に移りたいと思いますけれども、上田さん、じゃあ対局のルールをどうかお知らせください。はい、わかりました。まずルールとしてはあれですね、9路盤で込みはなし、はい、っていう、そうですね、盤面で陣地が多い方が勝ちというルールです。はい、そしてこの番組特別ルールがありますね。はい、ではその特別ルールについてご案内します。これね、途中打ってきてですね、柿島大先生と打ってて、あら、ちょっとここはどうしようかなって迷うことあると思うんですけど、もしありましたらヒントコーナーがございます。我々ライフラインと呼んでいますが、2つのヒントがあります。1つ目は 50-50 です。こちらはですね、アシスタントで解説者でもある菊沢先生が2つのヒントを出してくれるというヒントのコーナーです。で、 A と B出してくれるんですけど、まあ、どちらかが100点、どちらかはその時によって80点だったり50点だったり30点だったりするみたいなので、どっちがいいのかっていうのをですね、考えて答えてみるということができます。2つ目のヒントはオーディエンスです。こちらはですね、お待ちかね、ご視聴いただいている皆様にもご参加いただこうというコーナーです。で、我こそはここに打った方がいいっていうですね、ヒント教えていただける方はぜひ、お声掛けしましたらですね、ミュートを解除してご参加いただければと思います。そんな2つのライフラインです。はい、ありがとうございます。それでは対局を始めたいと思います。黒が奥さんで、はい、白が勝島です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあどこにしよう。4の6。はい、で、黒4の6。はい、黒4の6。これは中央に近い感じですか。中央が5の5。惜しいですね。惜しい。あ、失礼。4の6。では白は6の6に打ちます。はい、どうしてかな。白は6の6。これなんか向かい合わせっていう感じですか。そうですね、一つマスを挟んで向かい合わせです。あ、9路盤の星は3の3なので、まずお互い星の斜め上っていう感じですかね。そうですね。そうですね。あ、でも4の4を星と呼ぶんですよね。え、これちょっといろいろ学説が。あ、なるほど。3の3は33っていうので。9路盤でもそうなんですか。僕9路盤の33も。はい、も。あ、そうなんだ。9路でもそうですね。これについてはいろんな。けんけんがくがくがありそうなので、また今度。はい、また今度。じゃあ4の4。4の4。はい、黒は4の4。手に飛びました、ね、4の4でございます。はい、あ、そうそう、これ1手目2手目とかって言うじゃないですか。はい、これはですね、黒白っていうのも総合的に1、2、3、4って数えていくんですか。そうですね、トータルで、黒1手目4の6、白2手目6の6、黒3手目4の4ということで、奇数がすべて黒になりますね、この順番でいくと。なるほどです。では白はですね、これ
同じ形になったらつまんないので少し変えます。6の3、はい、意見と6の3、あ、4の4、4の4です。3点目4の4です、はい、3点目4の4です、ね、3点目4の4です。間違えてます。本当そういうこともあります。6の3、はい、はい、白は6の3、ちょうど左が黒の陣地を作ろうという宣言で右に陣地を白は作ろうとしていますね。なるほど、うん、どうしようかな。じゃあ、6の4、つけてきました、はい、黒は6の4、この白が2軒離れておりますが、この間に入ってきたような感じですか。はい、そうです、厳しい手ですね。戦いに行った感じですか。おー、ドキドキしてきますね。あの奥さんは割とインファイターの気がありますので、戦いがかなり強いと。そうなんですかね。白を切っていきますかね、これは。白はですね、少し弱気に7の4で受けます。はい、白は7の4。右側を跳ねて、少し凹まされた形になる。まあ弱気というか、当然の手というか。あありがとうございます。当然な手だそうです。当然の手いただきました。当然の手。じゃあ、そうですね。どこにしようかな。結構割と無難だからな。5の2で。5の2、はい、黒は5の2、上の方はもう黒に決まっている。5の3じゃなくて5の2ですか。うん、5の2で合ってますか。あ、間違えました。5の3です。あ、5の3です。あ、やっぱり、やっぱり5の3です、ね、5の2は離れすぎてましたよね。そうですまあ一回これもある手ですね。うん、しっかりとしてる手ですね。白は6の5で黒1目を当たりにします。はい、黒は5の3の後、白は6の5、黒1目当たり。これ今5の4のところに白が置けると6の4の黒1目を抜く、取ることができますね。1つ取れそうですね。今のルールで囲むと取れるというルールです。はい、当たり、当たりですね。どうしようかな。あまり迷わない方がいいかもしれない。あれ、これはヒントですよ。おっと。ヒントが出ましたか。女性には優しいのか。ね、さん、これ一気に優しくなったんじゃないですか。これ、フィフティフィフティなくてもいいんじゃないですか。でも今のです。今のまあまあ、しょうがないですよ。これ奥さんはライフライン使ってませんからね。福田さんはね、割と言ってくれる人だから、ね、大丈夫。でも奥さん、5の4とおっしゃらなかったですか。5の4です。5の4です。そう言ったんですよ。はい、うんうん、失礼しました。しかし奥さん、お強いですね、北にですけれども。1年とはとても思えない。うんうん、成長目覚ましい。すごいね。ですね。素晴らしいじゃないですか。黒5の4でつないだという。
はい。ですね。白は少し変化を求めていきます。4の7に打ちました。はい。白4の7。黒は4の6にいましたから。つけた形です。黒の下に白がくっついた形。飛び込んできちゃいましたね。そうか、余裕のある雰囲気ですね。ねえ、なんか貫禄がありますよね。何一つ余裕ないです。そうですか。どうしようかな。じゃあ、いろいろとつなぎたいところ。で3の7で、はい、黒は3の7ですね。3の7。そうですね、白4の7だと追いつけないかもしれないですね。2の5あたりまで行った方がまたですか。なるほど。白は引いて、どっちの見方か分かんないですね。5の7。お、はい、白は5の7。この辺結構面白いんじゃないですか。ライフライン使って。ね、ライフライン。ライフライン。ありますよ、ライフラインっていうものが。ありますよ。そうですね。お客さん、ライフラインありますよ。でも次の手は思い浮かんでるんじゃないですか。あ、そうか、そうか。ね、打ってみてもいいんですからね、私たちがどんなに何を言っても。我が道を行ってください。はい。じゃあ、とりあえず5の6で。5の6。5の6。押さえた。黒は5の6。なるほど。当て込みみたいな手ですか。そうですね、当て込みになりますかね。切ると。なるほど、うん、ライフライン使います。あ、竹島さんはライフライン使います。使っていいんですか。竹島さんに僕がライフライン。負けますよ。ちょっと盛り上げてみようかと思って。いや、面白い判断です。ライフライン使わずに一応7の7で駆けつぎにしておきます。はい、7の7。白は7の7で勝てずに切られないように、はい、罠を張っていきます。はい、どうしようか。ライフラインありますよ。ライフラインありますよ。お客さん、ライフラインありますよ。遊んでるだけですからね、ごめんなさいね。じゃあ、オーディエンスで。お、オーディエンスを使う。オーディエンスが参りました。上田さん、お願いします。オーディエンスのお流しを。はい、ここでですね、今盤面、次に奥さんがどこに打ったらいいかというアドバイスを我こそはといただける方、ぜひミュートを解除してご参加ください。チャットでもいいですよ。あ、そうです、チャットでもいい。恥ずかしがり屋さんのあなたはチャットでどうぞ。まあね、ひとまず考えちゃいましたね。面白いと盤面ですね。今日は響くんがいないみたい。あ、そうですか。いつもいい意見を言ってくれる。あ、三つ川ですけど。あ、はい、三つ川さん、先週のゲストですね。はい、先週のゲストさんでした。こんばんは。こんばんは。ちょっと一つ喋らせていただきたいです。お願いします。はい、どうぞ。どこでしょう。シンプルに僕だったら7の3に振り。7の3。いいですね。3。確かに。
ありがとうございます。一つお伝えしておきたいんですけど、うん、はい、七野さんもさることながら、さることながら、僕未来さんは明日誕生日なので、ちょっと皆さん祝ってあげてください。わかりました。ありがとうございます。皆さんサービスしてあげてください。ありがとうございます。ありがとうございます。ご活躍頑張ってください。はい。ありがとう。これはね、もう勝つしかないでしょう。勝つしかなくなりました。いい誕生日にしたいですもんね、やっぱりね。ね。勝ったね。さあ、もう一二人ぐらいオーディエンスいらっしゃいませんかね。柿島さん、お願いしてみますか。そうしましたら。行きましょうか。ちょっとご指名入りましょうか。ご指名がございます。はい。誰がいいかな。ミュートが解除されました。お、誰だ。こんばんは、大川です。大川さん。こんばんは。どうでしょう、大川さん。どこに、こんにちは。一つだけ手を教えてください。はい、3の8の下がり。ああ、なるほど。3の8。これもなかなかの手ですね。以上です。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。3の8でした。そうですね。そうですね。大体この2つが有力でしょうかね。ですね。じゃあ、いやいや違うぞという方が、うん、あ、決めました。じゃあ、7の3で。お、7の3になりました。決めました。黒は7の3です。これは白を切って、しかも、当たりっていうことですか？これは厳しいですね。では白は8の3で当て返し。はい。白は8の3。これは助けられないので捨てますよね。はい、白1目は見捨てます。じゃあ6の2で1目取ります。はい、6の2、黒は6の2に置いて、この囲まれてしまったかわいそうな白さんを一つ上げ浜とな取ったと。はい、これ取られちゃったかわいそうな子は揚げ浜っていうんですよね。はい、これ後で使うので皆さん手元で取っといてください。だいぶ黒がいいですね。はい、もっとお誕生日効果、お誕生日効果ですね。今日強いですね。いえいえ。7の2から白1目黒を当てに置いておきます。当てます。あ、7の2。油断なりませんね。何なの見て、今度は黒が当たりました。取っちゃうぞって感じです。当て返し、もしない気が抜けない戦いですね。なんだか どうしよっかな。6の3で埋めます。つなぎ、黒は6の3つなぎで当たっていたかわいそうな黒を助けたと。はい、白は 1,2,3,4,5 8の5でかけ継ぎを打ちます。白は8の5かけ継ぎ、これ切られたら困るところを守る。そうですね、こう切られたら白もう勝負にもならないかなと思いました。そうですね、どうしようかな。白8の2の方が良かったですけども。あ、そうですか、なるほど。後でこれ教えてください。結構今のはヒントでしたか、もしかしたら。もう事後案件なので大丈夫です。大丈夫。はい、いや、ヒントじゃないと思います。ヒントにはならないですかね。じゃあ、どう ?3 の8で。はい。当然の手ですよね。すごいね。
すごいですね。全く悪いところはない。ね、1年とも思えないよ。これ、込みありでも、プロ勝ちなんじゃないすごいじゃん。もう頑張るしかないな。すごいですね。白、5の5に打ちます。はい、白は5の5。天元ですね。天元ですね。じゃあ、4の4で。止めます4の5ですね。はい、4の5で抑える。それから白は4の8で黒の進出を抑えます。はい、白は4の8。右と左で白の陣地と黒の陣地が分かれそうですね。そうですね。なんだかだんだんと。終局が近いですね。はい。50-50ないかずに番組始まって以来ね。そうそうそう、そういう回もあるんでしょうという、うん、ね。じゃあ柿島さん使っておきますか。僕ですか。新しい最後ダメ埋めの時に使おう。一個しかないっていう。割と無難。うん、ここで50-50。ここで50-50。これですか。使いませんか。もうこれ。いいん、大丈夫ですよ。使わなくてもね。気使わなくて。気使わなくて。使ってもいいし。で、ちょっと面白い手が聞けたら、あれなので、50-50聞いていいですか。行ってみましょうか。菊沢先生待ってましたの、はい、ヒントコーナー一つ目はどうしようかな。じゃあ一つは8-2で、一つは8-2、8-2切りですね、はい、もう一つは4-9、4-9、4-9。まあ、大体奥さんが考えてるのもこれだと思う。ですね。はいはい。こちらも結構高得点の手ですね。8の2なのか、4の9なのか。8の2で。8の2を選んで。決めましたね。はい。8の2、白が当たりました。白は9-2から黒1目を当たりにします。白は9-2、当て返しですか。そうです、当て返しです、ね、さっき繰り返やったやつですね、これね。なんかやりとりは、はい、似てますね。7-1で1目取りです。はい、白が1目取られました。黒は7-1、7-2の白が上げはまると。では白はですね、3-9に跳ねます。はい、白は3-9、一番下の方、2-9で黒、は、はい、2-9。白は次石が取られてしまいそうなので、仲間たちと手をつなぎます。8-9でつなぎ。4-9。あ、それ4-9、失礼しました。4-9でつなぎ。白は4-9。つなぎました。黒は2-8でつなぎです。2-8。おぉ。黒も、まあ、終局ですね。黒2-8。白は9-3つなぎ。ました。9-3。白は、ですね、9-3。9-3。なりました。8-1で。8-1でをつなぎ。黒は、8-1つなぎ。そして最後、どちらの陣地でもないダメというのがありまして、それが9-1ですね。一番右上の場所。はい。そうですね。誰の陣地にもならないところはダメ。
っていうんですね。盤面こんな感じになりました。合ってますかね。逆かな。ここか。はい。左上。左上とやや右下あたり。右下で。白と黒の陣地が分かれたということです。さあここでですね、囲碁の勝敗というのは、この白と黒が囲った石を置ける交点の数が、多い方が勝ちということなので、はい、その数を数えていきたいと思います。なるほど。もう今この形触ると分かるんですが、デコボコしてて数えにくいですよね。はい。なので、相手にも数えるのが分かりやすいように、相手の黒の人は白の陣地、白の人は黒の陣地、相手の陣地を見やすいようにまとめてあげるという作業があります。はい。じゃあまず白の陣地から作ってみましょうか、皆さん。はい、今日は皆さんお手元にタイボがあるので。揚げ浜が2子ありますか？はい、2つさっき取った石があるので、その石を、そうですね、どこら辺に埋めましょうか。一番じゃあ下の5の8と5の9に2つ石を埋めます。白の陣地にね、白を返して、5の8と5の9に埋めると。埋めると。はい。で、あと、ちょっとこう、なんか離れ小島のように点々としてる白がいますので、います。はい。この白をどこかに寄せて四角くできたら、数えやすいかなと思います。はい、例えば、7の7。7の7の石を、隣、一つ左に6の7にずらすと、6の7に、はい、ずらしました。まっすぐなりますね。はい。あと、上の方に2つちょっとこう、でこぼこしてる石があって、それが8の1、2、3、4、5、8の5。8の5が。8の5じゃ今度は、さっきの下、はい、6の8に置きましょうか。8の5、6の8、はい。あ、なんだかだんだん、だんだん、右の方に。右の方に落ちていきます。陣地ができていきます。あと7の4に1、2、3、4、はい、石が一つ出てますけど、出てますね。7の4の白を6の9にまた下の方に置いてください。6の9に置きました。あら、長方形ができました。長方形できましたね。皆さん掛け算やったことありますか？はい。バカにしてません。すいませんね。すいませんね。はい。いくつかけるいくつですかね、このマスの、マスじゃないや、線の。横が3。はい。縦が1、2、3、4、5、6。お、6かける3。ということで、サブ6、18。はい。18が白の陣地の数です。白は18でした。はい。対して黒はどうでしょうか。はい、黒もまたあれですね。ちょっと斜めですね。三角形みたいになってますね。うん、じゃあ左に陣地を作るように上の黒の陣地を少し寄せていきましょうか。はい。例えば6の2の黒。6の2。はい。6の2の黒を1個隣に7の2にずらすと。7の2、そば1個空いてましたよね。これも一つ黒の陣地になってるんですね。その通りですね。それから、お隣7の2。そうですね。この下の方、2の列、2の8、2の9。2子あります。これもずらして、6の1と6の2に埋めちゃいましょう。はい、外しました。6の1と6の2。それから3の列、下の方ですね。はい、3の7。3の7。3の8。8。この2目を今度は5の列上に、5の1、5の2に埋めましょう。5の1と5の2に埋めて、だんだん綺麗になってきましたね。できましたね。で、ここでちょっと不可解な石があります。はい、思ってました。3の9に白がいますよね。います。いつ突っ込もうかと思ってました。そうそう、この子は白の陣地と黒の陣地の境界線なんですけれども、はい、この子とどこかの黒を取り替えっこしてちょっとチェンジしたいと思います。なるほど。はい、
1、2、3、4、5、どこかの黒ちゃん。では5の6の黒、5の6の黒と3の9の黒をチェンジ。はい、白を5の6に埋めました。今3の9が今黒になりましたよね。なりました。この黒ちゃんを4の列の上の方、4の3に埋めてください。1、2、3。はい、1、2、3の列が何もなくなりました。はい、ということでこれ数えやすくなったんじゃないかと思います。3の列まで何もないので、はい、掛け算しやすい。掛け算しやすい。 3×9 ですね。はい、3×9 は27。はい、27。あと2つ空いてますね、上の4の列、はい、これを足しますということでしょうか。その通りでございます。そうすると29になりました。はい、黒は29の陣地を持っていて、先ほどの白は18目でだったので18対29で黒が11ポイント勝ったという、あ、そういう状態で終わりました。やったー、よかった。おめでとうございます。ありがとうございます。誕生日効果がかなり発揮。ハッピーバースデー。ねえねえ、5月21日生まれ。あれ、あ、明日22日生まれ。22日生まれですか、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。どうでしょう、打ってみた感想は。そうですね、なんというか結構こう、あ、順調に打ててよかったかなって思ってます。そうですね、全く悪い手がなかったと思います。差がつきすぎてつまらなかったんじゃないですか。はい、言っちゃった、そんなこと。どちらも。そうですね、もうちょっと面白いって打ちたかったんですけど。なるほど。じゃあそれはまたどこかでそういう碁になったらいいですね。そうですね、ありがとうございます。ハッピーバースデーを歌わないのは、歌いたくないわけじゃなくて、みんなで歌うとズームはずれちゃうから歌えないです。今度会った時にみんなで歌いましょう。心の中で皆さん、明日になったら心の中で、はい、奥さんに歌を歌ってください。じゃあ奥さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。おめでとうございます。ありがとうございます。さて、それではですね、番組も終盤になってきましたので、業務連絡、事務連絡があります。今日僕らが使ったこの IGO 9路版、ここのですね、入手方法を上田さんから解説をお願いいたします。はい、こちら視覚障害者用の5番 IGO 2と呼んでいますが、こちらは、販売されています。これからお電話番号をご案内します。社会福祉法人神和学園というところです。番号は 0463-32-5325 0463-32-5325 です。本日は9路番で対局しましたが、他にも13路番と19路番を販売していますので、どうぞご興味のある方は問い合わせなさってみてください。はい、ありがとうございます。それでは本日も皆さん、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。あの、柿島さん、北にです。はい、あの、僕からも一つ業務連絡してもよいですか。はい、どうぞ。あ、皆さんこんばんは、北にまさみです。こんばんは。はい、何人かの方とはすでにお目にかかってますが、ですね、何を隠そう、6月のですね、13日、14日に、本因坊戦という、日本で一番長い歴史を持つタイトル戦が、北九州市で行われます。で、ところが、今コロナ禍なので、コロナでみんな巣ごもりをしているので、市民が集まってお祝いをする機会がないんですね。そこで、このミラクルテレビを使って、北九州市民ズーム囲碁祭りと銘打って、12日の金曜日から14日の日曜日まで、3日間、投資のイベントを行うことにしました。朝から夜まで。
で、その中で、5月13日土曜日、今のところ9時から11時までと、13時から15時までの4時間、世界盲学校視覚障害者囲碁大会、高次脳機能障害囲碁大会、世界誤嚥交流囲碁大会などを行います。で、そのために今のこの会議室を10会議室に増やしてやる計画を立ってますので、また皆さんに、ホスト、10ホストの高い ID を1ヶ月だけ取得することにしてですね、ミラクルテレビ初めての大型イベントをやることによって世の中にこういうことができるんだと、いろんな方がこのテレビ会議を使って楽しむことができるんだということを知らしめたいと思ってます。また明日記者発表しまして31日の展示毎日に出る予定です。ちなみに21日の展示毎日にこのミラクルテレビのことが詳しく出ています。柿島さんのことも出ていますので、読んでいただければと思います。どうもありがとうございました。北谷さんありがとうございました。北谷さんは、はい、ミラクルテレビの局長でございますので一番偉い人です。そうになっております。はい、こちらこそ。皆さんの番組がすごい面白いっていうか、なるほどなって感心していることが多いです。ありがとうございます。みんな話し方がうまいね。上田さんも、なんかみんなプロフェッショナルな、ラジオを聞いてるようなそんな気分で、ありがとうございます。手探りでやっておりますが、素晴らしい、励みになります。柿島さんも全然これまでのやっぱり雰囲気と違う雰囲気で、これが、あ、そうですか、ありがとうございます。本当の姿。今までどれぐらい猫をかぶっていたか。おやおかしい。ありがとうございます。じゃあ一応番組を締めたいと思います。はい、どうも皆さんありがとうございました。楽しみに。